ほう、ここに来てインドネシアは日本から中国に乗り換えましたか。何でも中国側はインドネシア側の要求を全て飲んだのか。全てね。契約後に2点3点させてくるのは目に見えてますがね。人命を預かる鉄道において安全性を重視した日本側をないがしろにしたつけは大きいでしょうな。今回の件については受注に至るまでの経緯も極めて不可解な点が多いです。中国はかなり強引な手口を使ったのでは。いずれにしてもインドネシアはこの高速鉄道建設を中国に任せたことを必ず後悔することになるでしょう。高い代償を払うことにならねばいいのですがね。シマユーのアトリエ。インドネシアに高速鉄道？はい、首都ジャカルタからスラバヤまでは我が国で最も人口密度の高いエリアです。旅客や貨物輸送における渋滞も慢性化しておりますし、高速鉄道で結ぶことで国民の暮らしや経済の円滑化が図れるかと。うむ、確かに魅力的な話ではあるが、我が国はそんな技術は持ち合わせていない。どのように進めるつもりだね。高速鉄道といえばやはり日本でしょう。あの国の新幹線は時速300キロを超える上、安全性も保証されています。とはいえやはり予算の問題が大きいな。いかんせんジャカルタとスラバヤまでとなると730キロにもなる。では建設を2期に分けてはいかがでしょう。2期に？第1期ではジャカルタから150キロ離れたバンドンまでを建設します。スラバヤまでの延伸は第2期以降とすれば、経済的な負担を分散させられます。なるほど、それはいい案だな。時は2009年。高速鉄道の建設を計画していたインドネシア政府はかねてより新幹線の輸出を働きかけていた日本に協力を要請。日本は綿密な実地調査のもと、ジャカルタ・バンドン間となる第1期計画に対し、開業は2023年、工事費用の総額61億ドルとの見積もりを提出。国際協力機構による詳細な事業調査が開始されていた中、2014年10月、それまで高速鉄道計画を推し進めていたスシロバンバンユドヨノ氏が任期満了で大統領を退任。新たにジョコ・ビドド氏が大統領に就任したのだが、ここから風向きが変わることになる。なんだって？インドネシアの高速鉄道の受注に中国が参加するだと？先日ジョコ大統領が訪日した際には高速鉄道の話は一切進展しなかったのですが、確かあの後中国とも会談をしていたな。はい、どうやらその時で中国側はインドネシアに対し高速鉄道計画の支援を大々的に発表したようなんです。どういうことだ。この件に関しては日本がすでに何年もかけて調査を進めているというのに。2015年4月、突如として中国がインドネシア高速鉄道計画への入札を表明。その3ヶ月後にはインドネシア政府によりジャカルタ・バンドン間の高速鉄道建設計画において競争入札を行うことが発表された。日本と中国間における競争は熾烈なロビー活動にまで発展しました。規模の大きな工事ですから、どちらの国も譲るわけにはいきませんよね。それで最終的に落札したのは？中国です。ジョコ大統領は今回の計画に対し、インドネシア政府による財政支出や債務保証は望まないと述べていました。採算を考えた場合、政府による債務保証にこだわっていた日本に対し、中国側はその要望を完全に飲んだのです。工期や見積もりについては？日本側が2023年開業の61億ドルを提示したのに対し、中国側は2019年開業の55億ドルだったとか。確かにその数字だけ見ると中国の方が圧倒的に有利に感じられますね。インドネシアに国庫負担を求めない、短期間での工事完成などインドネシアに完全有利な条件を掲げていた中国。競争入札の結果、2015年9月、インドネシア側が受注を決めたのは安全性を重要視した日本ではなく中国だった。先行して事業計画を進めていたのは日本だったにもかかわらず、中国との契約へと舵を切られる結果に、当時の官房長官であった菅義偉氏は。インドネシアの高速鉄道事業が中国に落札されたということですが、そもそも日本が先に進めていた計画ではなかったのですか？経緯について理解しがたいと感じております。極めて遺憾ですね。このように述べていた。そんな中、2016年1月にはバンドンで華々しく起工式を開催。この時点で中国の関係者は工事終了時期は2018年末、
建設認可についても事務処理を残すのみで予定に変更はないとコメントしていたのだが。おい、高速鉄道の工事がまだ始まっていないって本当なのか。起工式からすでに1ヶ月が経過しているんだぞ。はい、何でも中国側の書類不備で審査が思うように進んでいないようでして。書類不備だと？建設認可は降りていると言っていたのに話が違うじゃないか。どうやら中国語表記の書類が多々あったようで、こちらの運輸省の職員が読めないため再提出を求めているとか。なんだって？初歩的なミスじゃないか。路線の一部が空軍基地にかかっていたりすることもあり、土地の認可が降りるまでまだ時間を要するようです。なんせ現段階で許可が降りているのは150キロのうちわずか5キロのみでした。たったの5キロ。融資の件はどうだった？全区間の土地が確保できていることが中国側の融資の条件ですから、本格着工はかなり先になるようですね。そんな。中国側のずさんな手続きにより高速鉄道の着工は当初の予定から大幅に遅れていた。さらに土地価格の高騰や民間工業団地の移転保証問題、不法占拠に対する立ち退き交渉が難航するなど、起工式から1年が経過した時点でも土地収用は 85% ほど。工事にかかる費用は中国とインドネシア両国からの出資が条件。しかし高速鉄道用地の全区間確保ができていないことを理由に中国は融資を拒否。本格的な着工ができないまま地元業者による整地工事のみが行われていた。ようやく土地の許可が下り、中国からの融資を得て工事がスタートしたのは2018年5月。起工式から実に2年半が経過した時だった。この先は順調に建設が進むと思われていたのだが。ちょっと、あの工事の音どうにかならないの？振動が激しすぎて家にひびが入ったんだぞ。どうしてくれるんだ？すみません。しかしこの高速鉄道が完成すれば皆さんの暮らしは格段に良くなるんですよ。そんなこと知ったこっちゃないわ。そうだそうだ、今すぐ工事をやめさせろ。夜も眠れないんだぞ。工事の騒音や振動により周辺住民からの苦情が殺到。彼らを説得する間、工事は一時中断せざるを得なくなっていた。なんとか工事が再開された後も相次いで起こっていた中国側とのトラブル。次第にインドネシア政府が中国側に不信感を抱き始めたその矢先、追い打ちをかける事態が発生していた。工事費に関してですが、総額75から80億ドルになる見込みとなりました。何？最初の見積もりは55億ドルじゃなかったのか？それはあくまでも見積もりですよ。工事が進む中で若干の変動があるのは当然でしょ。中国の方が低い金額を提示してきたから選んだようなものなのに、これじゃ最初に61億ドルだと言っていた日本の方がまだ安いじゃないか。中国側の予算が大幅に増大した理由、それは資機材の購入費だった。複数の業者からの相見積もりを取って最安値を選ぶのが常識であるが、中国側は自国で用意した資機材を使用する条件で契約、相場よりかなり高額で購入せざるを得ない状況となり、赤字額は増す一方。さらに2020年から世界中に拡大した新型ウイルスの影響により、全ての工事が一時ストップするという事態へと陥っていた。工事は進まないのに人件費や維持費ばかりがかかって工事費は膨らむばかり。ただ工事は民間企業に全て委託されていますよね。ああ、国に負担をかけることはない。それだけでも救いかもしれませんね。待ってください、委託した民間企業は国営企業が資本の6割を持っています。つまりオーバーしたコストを負担するのは国営企業、つまり国だということか。嘘だろう。莫大なコストオーバーを抱えた民間企業は当然のごとく国へと助けを求めてきた。これを受けてインドネシア政府は工事費用として3兆ルピア、約357億円の支援を決定。完成時期は延期されたものの、予算面はクリアされたことで第一期工事のジャカルタ・バンドン間はなんとか完遂できる見通しとなった。さまざまな点において話が違うということが多かったようですが、その背景には一体何があったのでしょうか。そもそもこの受注競争においては先に話を進めていた日本が優勢だったにもかかわらず、最終的に中国に軍配が上がった経緯も不可解なものでした。不可解な経緯とは？
日本がインドネシアに提出した調査報告の結果が中国側にも渡っていたのではないかという疑惑があります。実際に中国側が提出した計画書はルートも駅の位置も日本が提示したものと全く同じで、違ったのは金額だけだったとか。つまり日本の計画書を中国がコピーしたと。中国側はその説を否定していますが、仮に真実だったとしたら深刻です。安全性を前面に出した日本の案を却下し、インドネシア側に全面的に有利な条件を提示した中国の案を選択。しかし結果は完成時期は大幅に遅れ、工事費も増大し、巨額の国費を投入せざるを得ない事態に。仮に日本が提出した計画書が中国に渡っていたとして、それは一体どのようにして行われたのでしょうか。おそらくインドネシアの親中派の関係者を通じてのことではないかと言われています。すでに疑惑の人物も特定されているという説も浮上しました。中国が参入を表明してからわずか5ヶ月後に提案書が提出されたことからも疑いの目で見てしまいますね。日本側は1年以上かけて地質調査データやルート策定などを行ってきました。しかし中国側はボーリング調査で実施した形跡がないようですね。日本は自国の技術力を考慮した上で様々な調査をもとにルートを確定させたはずです。しかし中国が日本ほどの建築技術力を持ち合わせていないとすれば、日本と同じルートで建設することは無謀以外何者でもないのでは。もしトンネル工事や地盤強化など技術力が必要な部分がおざなりになったとすれば、大事故にもつながりかねませんよね。完工まで残り半年となった2022年12月、建設中の工事現場で工事車両が脱線し、中国人労働者7人が命を落としたり怪我をする事故が発生。高速鉄道そのものへの安全性に不安を抱かせる結果となっていた。坂東までの第一期工事は何とか完了できそうですが、まだ第二期工事が残っています。これ以上中国に振り回されるのはもうごめんだぞ。とは言っても第二期工事をしなければこの高速鉄道計画は失敗に終わってしまいます。やはりあの国に頭を下げるしかないのでは。プライドを捨てたインドネシアは第二期工事について日本に協力を要請した。しかし高速鉄道？その話はすでに終わったと思っていましたが。我々としては日本の技術力がやはり最高峰だと確信しまして。最高峰ね。しかしバンドンまでは中国が建設していますよね。我が国とは安全基準が異なりますから技術的に困難かと。そこをなんとか。この計画は失敗するわけにはいかないんです。それはそちらの都合でしょう。待ってください。日本側にとっては何を今更といった思いなのだが、インドネシア側にとってはもはやそれをおもんぱかる余裕すらなくしているのかもしれない。一方で最終的に中国への受注を決断したジョコビドド大統領への国内での風当たりは、次々に問題が浮上していることで日増しに強くなっている。第1期工事でのジャカルタ・バンドン間は2023年6月に開業を予定。しかし当初は開業から20年以内とされていた損益分岐点も40年後へと大幅に後退。向こう40年は利益が出ない赤字経営を強いられることとなっていた。果たしてインドネシア政府はこの先高速鉄道計画をどのように進めていくのか。目先の利益や政治的な駆け引きに惑わされることのない賢明な判断が求められている。